フィリピンで食べたミミズの塩漬けは苦手です。塩漬けともね、でもイカの塩辛です、味は。さあ本日の水下岸のオフサイドギリギリ、ゲストは安田大サーカス団長です。ベタでーす。やれるもんならやってるな。お久しぶり。はい、お久しぶりです。どうもどうも。いや俺サッカーすると思ってたんですよ今日。ねえ、それ、まあ、そのか やんなくていいじゃん、サッカー。いや、やったらいいじゃないですか、サッカー。でも前、昔ね、はい、よくね、サッカーチームでね、一緒にやってましたからね。はい、そうなんですよ。まあちょっといろんな話を聞かせてください。はい、なんでも、はい、あれ、ウロンちゃん。はい、ウロンちゃん車なんですか。なんだよ。じゃあ目覚めますよろしくお願いします。お願いします。サッカー番組じゃないじゃないですか、これ。ジャンルはサッカーに属してる。いやでも一応あれよ、はい、ゲストは、はい、まあ、基本そのサッカー OB の関係者、はい、芸人はペナルティの2人。おお、そうなんですね、うん、あとニッチロ。おお、全然サッカー関係ないですね。松本山田のサポーター。あ、そうなんですか。結構コアな。え、長野の。そう。へえ。あとユッティだ。あ、ユッティ、あれですよね、FC 東京。ユッティを呼んだときに、ユッティが、いや、実はニッチローがあったって聞いて、あ、じゃあ、つないでよって言って、つないでくれて、ニッチローに連絡して、で、出てもらって。サッカー系、俺の前に誰かいるかな。あいつどうですか、マラドーナの真似してる。ケンタロウ。ケンタロウ。加藤ケンタロウ。来てないですか。加藤ケンタロウはまだ、あいつはいつでも呼べるから。手軽に呼べるから。あとは、ニッチローに紹介してもらった小石田純一。小石田純一なんかサッカー全然関係ないでしょ。大宮のサポーターなの。で、昔はレッツのサポーター。レッツから大宮に行くなんてことは許されるんですか。その遺跡あるんですか。なかなかね、そこ一番あかんとこバッチバチでしょ。なんかもともと大宮市出身だから、はい、まあ、地元でそう埼玉県埼玉市、まあ、浦和か昔は、はい、でできたから、はい、プロチームだから応援行ったんだけど、はい、だけど大宮にできて地元にできたから、はい、浦和は自分が応援しなくても、はい、十分応援する人はいるし、あ、なるほど、大宮に行こうと。あ、でそこからずっと大宮を結構ちょこちょこ見に行ってみたいよ。僕はヴィッセル神戸です。そうだよね、はい、神戸に J リーグチームがない時に神戸に J リーグチームを作ろうっつってその会にいたのが僕です。いくつぐらいの時。いくつぐらいかな。芸人はやってましたね。あ、本当。はい。ヴィッセルができたのが96年だったよ。年数全然覚えてない。震災の時よ。そうです。で、ダイエーがスポンサーで撤退したんですよ、震災の後。で、スポンサーなかったんですよ、そうだね、ちょっとね。最初はその川崎製鉄サッカー部、はい、がそのままヴィッセルになって、はい、スポンサーがダイエーだったね。そうです。岡山から呼んできたんですよ。だから川鉄から俺応援してるヴィッセルサポーターなんで。なるほど。結構古いサポーターなんですけど今の選手全然知らない。今全然知らない。なかなか見れなくなってるしね。はい、神戸遠いですしね。石杖雄二さんからたまに電話がってきますけど、キーパーの。はい、石杖さんはね、もうフリューゲルスだもんね。フリューゲルスですよ、うん、最後のフリューゲルスかな。最後まではいなかった、まあ、途中で神戸行っちゃったね。石杖さん、和田正弘さん、はいはいはい、で、長嶋、長嶋さん、はい、娘はフジテレビ。このサンバガラスは兵庫県の大スターですからね、まあ、地元だしね、はい、うん、あの時は兵庫県が高校サッカーで唯一強かった年なんですよ、はい、ほんで、ヴィッセルスタジアムっていうラジオも一緒にやらせてもらってて、うーん、結構見に行ってたんですけどね。なるほどね、はい、まだユニバーとか。ユニバーです。神戸ユニバー。あー、そこがね、あの山の上ブルーウェーブとね試合が重なったんで、はいはいはい、もう大混雑なんですよ。グリーンスタジアム隣だからね。はい、新しいスタジアムもね、俺なんかロケでちょろっと行っただけで一回も行けてないんで、だからなんかちょっとヴィッセルサポーターとはなんか言いづらい部分あるのね。あ、そうだ、聞かなかったけど食べ物何でも食べられる。何でも食べれます。あのフィリピンで食べたミミズの塩漬けは苦手です。塩漬けほぼね、でもイカの塩辛です、味は。まずくはないですけど、食感と見た目が気持ち悪すぎて。太いミミズ。太いミミズ。でっかいミミズです。あの普通に俺らが公園でちょろっと見るようなとか釣りのミミズじゃないですよ。食用ミミズでしょ。食用ミミズ。これぐらいの大きさの。
気持ち悪かったな。でもまあまあうまいんですよまあ食べ物だわね。はい、まだちょっといろんな食してるよな、そういうのやな。そうですね、体張ってるのでいうと俺1位じゃないですか。まあ最近ほら、まあ、イッテ Q とかさ、うん、あの辺を見てるからさ、ね、いや今イッテ Q はまあ体張ったりとか今、うん、もう水曜日のダウンタウンで体張ったりもしてますけど、当時の体の張り方ってもうルールがないじゃないですか。今みたいにコンプライアンスがもうゼロに等しい時代なんで、僕アメリカタイプ縦断してるんです。アラスカスタートでジャイアントパンダの尻尾の色は何色ですかっていう問題が一問出されるんですよ、うん、クイズで。でこのボタンがチリのマゼラン海峡に行きました、はい、でこれをまあ働きながら行けっていう、あそんなやつだもんのトロイの木馬っていうフジテレビでやったんですけど、電波少年の結構怖めのスタッフが移籍してきて始まったから、めちゃめちゃもうあれよりすごいのを撮ろうって言ってやった企画が村だったんですよ。全然影響力なくだ当時の安田武一というコンビはもう解散しましたけど、あ大サーカスじゃなくね、はい、まあ、僕あれですよ、ボリビアで刑務所でやりました。一回全裸で国境を渡れてたからだからもうそれこそ今のルールじゃ無理です。それ放送してましたしね、警察に捕まるまでも。ボリビアに入るとき、ボリビアに入るときやったんじゃないですかね。ボリビアに捕まってるんだ、はい、でも各地結構全裸で国境渡るの成功してるんですよ。アラスカからカナダとかも成功してるんですよ。あの辺のさ、国境は壁の国境関係ない、はい、もうここからここからやでみたいな、なんかもうあって、もう県境ぐらいまで。そうだね、多分アメリカからは行けるんだよね、メキシコに。はい、簡単に入りました、ね、メキシコ内でメキシコに入った瞬間に牛がその辺で死んでたり、トイレの便座なくなるんですよあげるやつで、ね、うん、冷たいとこしかないんですよ。みんなそうでしたよ。はい、だからメキシコから下行ったらさ、もっと変わってくるじゃん。はい、ね、でもメキシコも激しかったんですよ。自転車で水売るっていう仕事をやったんですけど、そこのマルコっていうやつの家においでって言われたら、でそこの家の人の家でお世話になってて、で前の日になんか各なんか主要メンバーみたいな人が「おおこいつに手出すな」みたいなこと言うんですよ。で要は帰ってきて「あの辺で俺ら住んでたんですよ」って言ったら、サッカーの百瀬さん知りません？百瀬さんって分かるよ、あの メキシコサッカーにいた、うんうん、百瀬さんと喋った時に「いやあそこ人身売買するようなとこやで」っつって。あそこに泊まった日本人は多分いないよとんでもないとこで生活してる。いや知らんから。そうそう、ディレクターとかも泊まってるんでしょ。ディレクターはホテル帰ったんだその人自体はいい人だから、うん、まず良かったね。良かった、そういう意味ではね。だって今いくつ？46です。20歳からやってるんで。私46。はい、俺2つ下か。26年、うん、26年。はい、こんな続けると思ってなかったですよ。最初はその2人だったの？一人一人で入って、うん、松竹、はい、別にそれと組む気なかったんですけど、まあ、誰とも組む、こらんから一応組んで5、6年やったんですね。で、帰ってきて仕事もない、もうあんだけ体張ったら仕事、私の仕事あるわと思って半年間ぐらい、うん、アメリカ大陸縦断して、で、ボリビアの刑務所入れられて、ラスベガスでは拳銃を突きずられて、こんな経験ないと思うんですよ。それ放送されてるんでしょ。放送されてます。最近 VTR が後輩があれうちにあったんですよ、で DVD 焼いてもらってビデオやったから、でまあちょっと子供に見せたら4年生と2年生のいろいろ今水曜日のダウンタウンとか冒険少年とかで体張ってるんですけど、これに比べたらできるよねっていう絵がやばいです、もう本当に。てか団長の近くが4年生と2年生なの。はい、こんな大きくなってんだ。そうですね、だってお会いしてた時はまだ結婚して間もないぐらいですか。結婚する前からね、知ってるしさ。安田大サーカスは、はい、いつなの？俺らとでもそうじゃん。だってもうでも10周年ぐらいじゃないですか。10年？おかしいでしょ。あ、20周年20周年でしょ。20周年来年コロナが落ち着いてたら20周年のライブをやろうかなと思ってて、そっからも3人そっから3人俺は団長といつ会ったんだろう。いつなんですかね。感謝祭、感謝祭でお会いはしてますけど、あんな大きいところで会っても多分そんなこう交流はないと思うんですよね。別やと思います、
でもサッカー好きだからって、じゃあ俺はサッカーやってるから来なよ、そうそうそう、サッカーでしょ、ヴィッセル神戸の短パン入ってたもんね。下だけ入ってたよね。はい、なんかね、ヴィッセル神戸のね、だ事務所にも入ったりさせてもらってたから、もう今やから言うのけど、あの事務所で可愛いになった短パンとか練習とかめっちゃ置いてあるんですよ、うん、これもらっていったやつですよ、勝手に、いや、言いましたけど、その当時いたスタッフさんには言うたけど、あの言うたあかんでって言ってもらいました。さあ、今日のゲストは、はい、もうね、入札終わってる。なんで入札